また権限カードを集めるの。3枚もいるの。まったく想像力も簡単でない。調査を始めようかしら。目標は情けない。いいわ、すぐ終わらせるから。よし、最初の権限カードを手に入れたわ。俺がやる。そう簡単に親衛隊になれると思うな。あんたたちを倒せばいいんでしょ。簡単じゃん。えっ、怖っ。待ち伏せね、バレバレよ。よし、2枚目も手に入れたわ。最後の1枚を探しに行きましょう。あの色。あんたまでいるの。でかくしないわよ。てっ、ふっ、きゅっ、やっ。そう。どいてどいて。いや。ほ、へっ、きゅっ、ふっ。さっか。じゃ。すぐ終わるわ。あんたは駆られる側。よし、3枚揃ったわ。とっとと昇進しないとね。レイゾー様、これはこれはサプライズね。試練を通過したお祝いに来てくれたのかしら。治安局の坊やも一緒のようね。じゃあ奴らは、黙ってろ治安局のふぬけ野郎。ちょっと加減してやってよ。こいつの後だ、あたいの勲章になるんだから。兄弟たちにはあたいの名で歓声を上げてほしいの。治安官を打ち負かす喜びを分かち合うためにね。それが死にかけじゃ。興ざめもいいとこだわ。全部山獅子の新たな知恵を。貴様は昇進への道を踏破し、兄弟たちに認められた。親衛隊として俺様の右腕になる資格がある。光栄よボス。だが決闘で正式にその地位を勝ち取る前に、もう一つ最後の準備がある。なんなると。でもその前に。またお得意の不意打ちね。あんたの地位をあたいに脅かされるのがそんなに怖いのかしら。それにしたってボスの前で小細工しようなんて、ちょっと焦りすぎじゃないかしら。俺はただお前の片腕を使えなくしようと。正直に言えば許してもらえると。幼稚園を卒業してもう20年は経つでしょ。親衛隊のお友達さん、
自分でボスに申し開けしてごらん。その必要はないのさ。なぜなら。俺様が片腕を奪えと命じた。レイザー様、どうした。ジェーン、決闘ではこの坊主に負けろ。その後で俺様が直々にこいつをやる。貴様が十分な働きをすれば、決闘の後すぐ新エリートの病院に送るよう計らってやる。それが昇進にあたって貴様に課す掟だ。もっともらしい演技をして、その上でわざと負けろですって、そんな馬鹿げた掟があるかしら。貴様は優秀だじゃん。だが重要な点を履き違えている。決闘の掟、昇進の掟、俺様の掟。肝心なのは掟ではない、俺様だ。この俺様レイザーこそが唯一の権力にして、唯一の解釈で、唯一のリーダーなのだ。俺様こそが山獅子組であり、俺様だけが山獅子組を体現できる存在だ。必要なのはこの威厳を守る盾であって、野心の匂いをプンプンさせたネズミなんかじゃねえ。俺様に二度も口を出し、俺様の組織で自分の力を誇示しようとしたら、すぐに処分しなかっただけでも寛容ってもんだ。だからこうして今与えた命令を遂行するよう命じている。分かったね。それでこんな猿芝居に打って出たわけ。メンツと地位を脅かされて怖くなったってだけで、あたいはてっきりあんたに秘密を知られちゃったのかと思ったけど単なるまぐれだったわけね。秘密？何のことだ？その小さな肝っ玉に見合ったちっぽけな野心だわ。路地裏で縄張り争いをしてる野良猫たちのボスってとこかしら。笑えるわね。その鼻持ちならない傲慢さ、貴様のうんざりするところだ。だがどうでもいい、今は時間がある。俺様の掟というものを叩き込んでやろう。小僧、何をする。俺はズルが大嫌いだ。散々聞いたし、耐えても来た。義のあるふりをして平気で仲間を手にかける強欲な悪党め。ジェーン、分かっただろ、これがこいつらの本性だ。俺の提案を飲んでればこうはならなかった。今から飲む。なのにお前は。待て、今なんて。提案を飲むわ。足を洗ってやり直すでしょ。いいわ、乗った。は？本気よ。両手に力を入れなさい。ダメだ、筋弛緩剤が。あれ、切れた。力も戻ってる。なぜ？カッカして汗をかいておトイレにも行ってたじゃないでしょ。トイレは余計だろうが。出すもの出して、代謝が良くなったから薬が切れたのよ。道理で水をたくさん。ジェーン、裏切るのか。聞こえてたでしょ、あんたの茶番にはうんざり。あたいはもう出たくわ。ちょうど鍵もあるし。カードが。貴様、殴られた時。そうかそうか、まあいい。ネズミを潰せば同様に威厳を示せる。見せてやろう。
山獅子の名がいかに重いか。食い込みはあるか。やった。うっ。避けるんだ。なぜだよ。悪党の敵討ちにここまでやるか。レイザーの影響力を甘く見てたわね。おう、石郎、この先裂け目の出口は一つだ。奴らを行かせるな。ゴールは目の前なのに。ジェーン、まさかお前がボスを陥れようとしていたとはな。俺様は最初からなんかおかしいと思ってたんだ。はいはい、後出しなら何とでも言えるわよね。すっかり威勢がいいじゃない。レイザーがいなくなった今、あんたがボスってわけ。生意気ね。死に損ないが舐めた口聞くじゃねえか。ボスに手を出したこと後悔させてやるぜ。口を開けばボスがボスがって、あんなのに金魚の糞みたいにくっついて、どこがそんなに気に入ってたわけ。毎日大声で怒鳴られるのが快感だった。てめえ、口を塗りつけてやる。だって事実でしょ。レイザーがあんたにいい顔するとこなんて見たことないもの。それでもいいって言うんだから、あの男にパパの面影でも見てた。おい、ジェーン、もうその辺でよくないか。聞こえたかしら、治安官さんも。あんたはもうダメだってさ。権力を傘にいじめられてた日々がとっても恋しいみたいだから、あんたのことファザコンって。待て、俺はそんなこと言ってない。裏切り者風情がよ、必ず落とし前つけさせてやる。引け、山獅子のこらよ。こらって言われても、別にあしらレイザーを親父だと思ってたわけじゃ。どーん、分かってる。物の例えに決まってるだろ。これ以上あのドブネズミの好きにさせてたまるか。こっちは包囲してんだ、やっちまえ。何事だ、裂け目の中から。一体誰が。あなた方には黙秘権があります。今後あなた方が話すことは全て法廷で証拠として扱われます。なんとか間に合ったみたいね。主演班長、ジーイ先輩、みんな。それにあいつも無事だったのか。一体どうやって。あなた方は包囲されています。速やかに抵抗をやめなさい。
新栄先輩もあくびするんですね。だって玉宮なのに。さにあらず、疲労困憊は一種の精神状態であり、肉体のあるなしによるものではない。言うなればあくびとは、退屈極まった末に発せられる魂のゲップと言えよう。そしてこれは映る。まさか班長が表彰式から戻ってくるまで俺は絶対に。しまった。ふふん、先輩の言うことは信じるべきであるぞ。退屈同士ちょうどよい。絶望、もう一度あれをやってはくれぬか。え、俺は嫌ですよ。恥ずかしがることはない。我が温度を取ってやろう。古本班長、聞いてください。こいつは山地氏組の親衛隊ジェーンです。今回の確保対象ですが、足を洗うように俺が説得しました。俺の名誉に誓って、こいつには更生の余地があります。どうか信じてください班長。真偉先輩、もう勘弁してください。って叱るの父主演が。セス君、紹介するわ。彼女は私たちと協力関係にある犯罪行動学の専門家、ジェーン・ルーよ。今回の作戦には内密で参加してもらっていたの。ごめんね、今回はいろいろと複雑で。また後できちんと説明するわ。班長、あっちはもう終わったんですか？っていうか、なんでそんなにはっきり覚えてるんですか？あの時のセス君の顔は面白かったわね。あまり落ち込まなくていいわ。この作戦が無事成功したのも、あなたとジェーンが頑張ったおかげなんだから。元気を出して。してそのジェーンはいずこに？極秘のものとはいえ、何故表彰式に顔を出さぬのであろうか。何やら彼女を必要とする別の案件ができてしまったみたいで、もうすでに準備に取り掛かっているのだとか。ですが先に恩返しを済ませると言っていましたよ。まだ傾いてるかい？もうちょっと左かな。あ、やっぱ今のなし。もうちょい右？リン、それもう3回目だぞ。僕はただこの営業許可証をまっすぐ壁にかけたいだけなんだ。よくわからないならフェアリーに見てもらった方がいい。もうどうしてそんなこと言うの？曲がってないかなって大真面目に見てあげてるんだけど。わかったよ。ならこれでどうかな。もうちょっと左？やっぱり右？悩むな。悩むわね。でもすっごくいい笑顔してるわよ、妹ちゃん。あれ、前にポッターヒルを借りに来たネズミのお姉さん。覚えてくれてて嬉しいわ。お仕事の邪魔しちゃったかしら？じっとも、実はちょっとお兄ちゃんをからかってただけなの。だって二人で街をぶらつくたびに晩ご飯をラーメンにしてこようとするんだもん。なるほどね。降りてきて大丈夫よ、店長ちゃん。ちっともずれてないわ。ふう、手がそろそろ限界だったんです。助けてくれてありがとうございます、お客さん。ビデオの返却ですか？そうよ、ここで借りたポッターヒル。確かに返すわね。わかりました。うん、特に傷なんかもないようですね。ではデポジットを払い戻すので、もう少し待っていてください。それでどうだった？お友達は満足してくれた？ん？お友達って？あれ、借りてくときお友達のためって、ほら、度胸があるふりをしてるけど、ハッタリっていう、うちのお兄ちゃんにそっくりな人。リン、聞こえているからね。あー、そんなこと言ったような気がするわね。でもごめんなさい、あたい本当に記憶力がダメなの。せっかく一緒に選んでくれたのに、
感想を聞くのも忘れちゃうなんて。そうね、お詫びにここで一番高いランクの会員になるわ。プリペイドカードも上限いっぱいのやつを申し込もうかしら。あとは友達にこの店を宣伝しておくってことでどう？お姉さんは全然ダメなんかじゃないよ。私の記憶力の方が問題かも。喜んで会員になるお手伝いをさせて。ご支援ありがとうございます。プリペイドカードの用意ができました。お名前を伺ってもいいですか？そうね、ジェーンって呼んで。